田と申しますが、所長とお約束があるんですが、10時。少々お待ちください。あ、よし。所長ですか。はい、もう呼んできます。そうか。こちらでいいんじゃないですか。椅子用意しました。そうですか。おはようございます。すみませんです。どうぞ。いや、お忙しいのに。いいですね。すいません。前回本当は6月10日に来るはずだったんですが、なんか前の日にね、脳梗塞になっちゃって、そのまま23日間入院してました。北原国際病院に入っちゃってね。まあおかげでなんとかね、軽く済んで、まあだいぶ復帰できたんですけどね。奥様からねお電話いたので、ちょっとびっくりしちゃって。やっぱどっか詰まったんですね。左側にもともとね、なんか虚血って言って左側に血がいってなかったらしいんですよ。それで詰まっちゃって、で言葉がなんかもうおかしいしね、顔は左右対称にならないしね、右足はしびれるし、これは残そうかと思ってすぐ119番 の相談電話にかけたら、もうすぐ連れて行かれて、それっきり。じゃあ、その期待の方が良かったんですね。そうですね。自分でやっぱそこをお分かりになったっていう、無理をしなかったっていうのは、もともとね、ちょっと変だなと思ってたんでね。もうこうなったらこうしようと思ってました。そういう心構えが。いや、怖いですよ。もういっぱいいましたね。もう入院したらね、もうそういう人たちがね。いっぱい、もう我々の年から上がもう。我々も仕事柄ね、こういうとこ来てあげられるんだけども、よくなってから、いや、実はって、今言われたようなことは感じていたけども、っていう、だからね、後の祭りみたいな。一番ダメなのはね、我慢すること。ちょっと変だけど寝ちまおうっつって寝たらもう大変ですよね。明日の朝になったら元気になってるだろう。寝たらもうダメ。よくありますもんね。朝になったらもううまくいって行ってりゃいいけどね。行かないんですよ。もう半身不随で一生皆さんにご迷惑をかけながら生きていかなきゃいけないっていう。なし、どうして我々年取る中でそれだけは。ね、もう思いますでしょ。どうせならね、雲真っ赤で一発でいけたらどんなにいいだろうってね。いや、そう思いますよ。ね、知り合いとか、ね、周りには迷惑かけたくないなんて。ないからね。そんなもんですよ。男はそう思いますよね。そうですね。言われてるけどね、このでかい贅沢を絶対私はどうにもできないよって言われてますからね。いやいや、本当貴重な時間をね、無駄に過ごしちゃ悪いんで申し訳ない。いや、本当にもう。でこれはこの文章はこれ、森田さんが責任持って書かれた。大丈夫ですよ。こちら私の持ってます。はい、はい、じゃあこれ名前センター長と書かれてますが、はい、本来は普通はこういう文章っていうのは名前書くんじゃないですか。役職だけで どこの誰が書いたかわからない。センター長っていうのはもう時間がかかったらすぐ変わりますからね。ずっと一生センター長になさるわけじゃないでしょ、そうですけども、ね、普通はセンター長の誰の誰がしで長澤さんの名前書いてるけどね、まあ公文書ですからね、一応ね、公文書に誰が書いたかわからないという、この後からこれ見た時にこの時のセンター長は誰だったんだって調べなきゃいけないですよ。まあこちらはわかるようにはなってますけどね。だから調べなきゃわかんないでしょ。これ見ただけじゃ普通はね、自分の名前は書くのが普通だと思いますけど、おかしいですか。まあいいでしょ、そういうことにこだわってもしょうがない、はい。それでじゃあこれは、森田なんとおっしゃいますか。名前が下の名前が書いてないんですよ。森田誠司ですね。誠司さん、
名前どんな字を書くんですか。聖書の聖、聖ですね。あ、聖、はい、それに漢数字の2ですね。あ、聖さんね、はい、はい、いい名前ですね。キリスト様から祝福されそうな。そうそれで、そうするとその森田誠二さんがこれ責任持って書かれたということですね。そうですね。で、日付が、6月2日になってますが、はい、ここでね、書いてあることが事実と違うんじゃないかと思う点がいくつかありますんで、はい、それをちょっと確認しておきたくて来たんですが、はい、これもともとは私が、バックで泳ぐ人がいるときに、2コースあのオープンになっている時間帯で泳ぐと隣のコースに入ってしまうんで、そうすると危険ですから入らないように、天井に何か目印があると多分入らなくなるだろうと、はい、だから何か目印を簡単なものでいいから、ロープでもいいし、ペンキで塗るんでもいいし、紙を貼るのでもいいから何かついていれば、そういうことが少なくなるんじゃないか。そうしないとバタフライなんかとぶつかる例が一切、僕今まで何回も見てますからね。私自身もぶつかりそうになったことがある。それは誰か、他の人は泳いでいてっていうことですか。あの状況をご理解できないかと思いますが、私がバタフライやってます、はい、で向かい側からバックで泳いでいきます、うん、大体ここに来てる年齢の方たちはバックというのは天井を見て泳ぎます。顎を引いてコースロープを見ながら泳ぐ。これは何でしょうか。これはね、公の交渉なのでちゃんと記録しておきたいんで、あの時ああ言ったこう言ったということを、ただそれは了解を得ないでこれをやるっていうのは、じゃあこれが非常識とか言うんであれば、これは非常識なんですけど、私はこれは全然そういうことを全く言わないで、取り出す、それも黙って取り出すってことは、田中さんにとってそれは普通ですか。私にとってこれはね、もしあなたの個人的なあの面接をして私がするんだったら、これは非常識でしょう。で前回、長澤さんにもお話ししましたが、これは公の公務員に対する業務に対する質問なので、記録させていただきますというふうに言いました。記録を何で取らなきゃいけないんですか。これをね、私はインターネットで公表しようと思ってます。今の行政がどのように公平に市民国民で、私は田中さんとお話をしようと思ってますので、そういうことが必要でっていうことであれば、私は必要ないと思ってますから。あの話し合いを拒否される。拒否じゃなくて必要ないと思います、それに なおさら取られているということを全然おっしゃらないで、これを取り出すということが、やめていただけます。こういうやめていただけます。じゃあこれ隣に向けましょう。音も悪いですか。話し合いの内容が、話し合いの内容が記録されることもまずいですか。いや、こういうことを黙ってやられるってことがもう非常識だと。すでにこういうことをやりますよというふうに予告しておきました。いや、それは違います。あの時だけですから、あれは。あの時だけかどうか、じゃあ最初の時点で、記録するのは困りますかというふうに言っていただければいい。じゃあ止めましょうか。止めましょうかね。はい、止めましょう。はい、じゃあ止めましょう。止めましょう。はい、じゃあ止めましょう。はい、止めました。はい、じゃあ話を続けましょうか。いいですか。だから頑張ってます。いや、ごめん、これもう止まってますよ。これ電源が入ってるってだけです。そんなに怖いかね普通だったらね、私は警察と議論するときも必ず録画します。で、すでにインターネットの YouTube に出てます。で、これは公務員が公務をするときには、自分の自分の映像に対するね、そういう権利というのはないんですよね。公表されても文句は言えない、そういう状況というのは。まあいいでしょう。はい、じゃあ行きましょう。そういうことで時間を使わせても申し訳ないですから、ね、はい、バックで泳ぐ人がっていうのは、この間相当詳しく説明したけども、田中さんが泳ぐということですよね。はい、そうですね。他の人、いや、僕は違う、僕がバタフライをやるんです。そうですよね。そして向こう側からバックの人が来た時、僕だけじゃないですよ、誰でも。向こう側からバックの人が来た時、この間相当詳しく説明したけど、まだ理解してないですかただそれがどれだけの確率であったんですか。どれだけの確率って、少なくとも2回以上は私は経験してますよ。いや、その話は別にしましょう。どれだけの確率か今見てるっていうのは、それを
それすごくさも毎回あるようなお話をされても、私も確認はしてますけども、どういう確認、通常をどういう確認されました、通常をどういう確認をされましたか。今話します。はい、はい、どうぞ聞いてください。聞いてます。大きく言わない。私が落ち着いてます。話してることをあなたが遮ったら話にならないじゃないですか。大きい声で話さないでね、聞こえますから。私は耳はまだ聞こえますんでね、もっと落ち着いて聞いてください。はい、聞いてます。どうぞ。この間もそうなんですが、はい、私が喋ろうとするとあなたは遮る、それを遮ってしまったら話にならない。だからどうぞ続けてください。はい、時間の無駄です。はい、はい、どうぞ。いいですか。はい、どうぞ。田中さんがお話になったことは私も確認をしました。はい、で基本的な話でここにも書いていますけども、うん、通常混み上がってる時に危険な泳法ということは、うん、プールの監視の人も当たり前ですが、うん、やめていただくことが、これ通常常識な範囲だと私は思っております。あなたが勝手に思ってるだけね。いえ規則としては、ここは大事な話なんで、ここで聞かないと話がおかしくなりますが、うん、ルールとして決まってますか。基本的に混み合ってる時に危険な泳法をで泳ぐということは、皆さん大体の方は知らないで来た人はいるかもしれませんよ、今日は初めてと。ただ一般的にはそれは慎んでいただいてるというのがマナーだと思ってる。勝手に思ってるだけでしょ。公共のプールでの、それは田中さんが一般的に僕は泳ぎたい泳法で泳ぐんだって言っても、ここは個人プール、田中さんの持ち分のプールではないですから、市民のためのプールですから、皆さんが困らない泳法で泳いでいただく、そういう意味で書いていただいて、書かせていただいているというところです。だからそれは勝手に森田さんが思ってるだけで、そんな常識とか良識とかバタフライやバックが危険な泳法だから泳いではいけないというふうな、あの規則があると僕は今まで何十年も泳いできました。規則ではないです。常識とかね、常識とか良識とか聞いたことないですよ。監視の方もね、そうやって見てて、でそういった場合にはちょっとやっぱり注意するとかいうことはねしてるんで。じゃあそうすると確認しますが、ここの監視員は割と混んでる時にバタフライやハイエーをやってたら今危険だからやめてくださいと注意するように指導されてますか。注意するように、やめさせるように、あの指導されてますか。基本的には声をかけてるはず。気づけば。いや、かけてないです。気づけばって、バックやバタフライが、うん、混んでる時に行われてたら危ないから今日はバックやめてくださいね、今日はちょっと混んでるんでバタフライやめてくださいね、そんなことは私は一回も見たことがない。そういうふうに指導してますか。そういうふうに、あの、周知徹底されてますか。これが質問。されてるかされてないか、それだけ。いるつもりではいます。つもりでいるというのは、はい、じゃあ今聞けば、うん、あなたたちはバックを、あの、割と今日なんか混んでるんだけども、まあ、時間が違いますけどね、両方オープンの時にバックとハイがこの上でたら危ないからやめてくださいというふうに言うように納得してるということね。そうですね、基本は。でも聞いたことないでしょ、その。で、なんで今日はやめましょうとかやめてくださいっていうことではなくて、うん、その場でやっぱり、あの、危ない状況、その状況を、あ、危ないですよっていうのはやっぱり、あの、当然言うはずです。しかし今まで一度もそういうことを僕注意受けたことないですよ。結構混んでることありますよ。田中さんには何度か声をかけさせていただいてるはずです。それは事実ですか。いつのことですか。それは何月、いつ頃のことですか。何月何日何時何分。いつ頃のことですか。それは誰がやったんですか。運行のスタッフですね。何バタフライをやめてくれ、あるいはハイエーをやめてくれ、どっちですか。そこまでちょっとあれですけども、あの、泳法のやっていただいてる時に今日は混んでますのでということのお話はさせていただいたことは何度かあるということ。何度かある。一度ならず二度以上のことがある。それは事実ですか。一度もないですよ。あとは本人がないって言ってるんで、あなたじゃあ記録があるわけね。あの、固有でお客様一人一人をこういうふうに名前を務めてこういうふうに注意したみたいな、記録というか、そういう形が残ってませんので。そうすると私今田中さんには注意したって言われましたよね。はい、言われましたよね、それはなぜご存知になったんですか。状況を確認してますからって。いや、だから誰かその報告があったからね、今日は田中哲郎という人が、あの、バタフライをやってましたんで危険だと思って注意しましたという報告が監視員からあったのであなたご存知になったんです。いや私の方から聞いて、
ていうあ、そうするとあなたが関心に今日田中哲郎という人が来たってでしょ。いえいえいえ。でその人が危険な営業をして、あなたたちは注意しましたかしませんでしたかそういうことがありませんでしたかって聞いたということですね。そうですね。聞いた。それはなぜいつ聞いたんですか。この手紙をもらった後です。聞き取りをしたんですよ。ああそうですか。聞き取りをさせていただいたこの手紙の後です。この手紙、すいません。いやいやいや、それは大事なんです。この手紙の後に監視員がどういう状況でやってますかって聞いたら、この田中さんという人がバタフライをやってたので今日は混んでるんでバタはやめてくださいって言ったということですね。まあ、バタからその、はい、この手紙の後に。はい、そうです、ね、そうですか。僕はねこの手紙の後はね、もうすぐ入院する時期に入るんですけど、わずか何日間しかないですね、この後。その前の確認をさせていただいて、このお手紙をいただいた後に。この手紙をいただいた後に前を。記憶があって、そういうことが過去に話をさせていただいたことがありましたという。バタフライをやってる時に今日は混んでいるのでバタフライをやめてくださいというふうに言った。そのニュアンスは難しいですけども、今お師匠の方が言ったように混み合ってますんでっていうことの表現だったかもしれませんけども、とにかくバタフライは今日は慎んでくれと言った、言ったことはあるということで言っております。そうですか、まあ、ニュアンス的なもんです。一度ならず何回かあったということですね。バタフライはやめてくれっていうんじゃなくて、例えばそのそこのところだと危険、ちょっと危ないんでぶつかるとか危ないんでっていうことのニュアンスで、かもしれないんですけど、じゃあそれじゃ話がややこしいんで、バタフライとかハイエーとかいう危険な英語は今日は危険だからやめてくれと言ったか言わないか。危険なことをやめてくれっていうのはね、それはまあ一般的な話で、まあ、曖昧としてますよ。ポイントはここですよ。バタフライやハイエーというのを危険な泳法だと認識してるわけです、ここではね。まずそれが第一点。そしてその危険な運転は混んでる時にはやるべきではないという認識をあなたたちはされてるわけ。そして大事なことは、そのことに関して私に対して、監視員が口頭で注意した。ここですよ、ポイントは。それは事実かってことですね。じゃあもう事実とおっしゃってるんだから、まあ、これ以上聞きしてもしょうがない。わかりました。はい、ということですね。はい、承知いたしました。そしてね、ここに書いてあるこれは些細なことなんですけど、はい、旗付きロープにつきましては田中様以前のご要望に基づき設置したものですって言うんですけど、これはまあ些細なことなんですけどね、なんかこの文章全体聞いて私にちょっとでも花を持たせたくない。だからね、なんか気分、こちらの気分を害するようなことをわざと書いたのかしらと思っちゃうぐらいなんですよ。ではこれはまずこの旗付きロープが設置された期日がいつか確認されましたか。確認というか前の中では記録とか確認しましたけども、はい、いつですか。日付は覚えております。だから何年頃ですか。それも覚えてないですか。覚えてない。覚えてないのに私が指摘する前に設置したというのは何で分かったの。だから記録を見ましたっていう。だから記録いつですかって聞いてるんですよ。だそれは今覚えておりません。ちょっと今見てきた。私はね、これまで1回ならずこの要望はしてるんです、何回かしてるんですけど、それは把握されてますか。何回か知ってます。今回だけじゃないです。すでにこれ、ま、私はここにプールに来たのが2006年の6月から来てます。はい。でそうですね、まあ、1年に300回ぐらい来てますかな。たまって時々来るんじゃなくて、いや360回かもしれない。いわゆる相手にでは泳げるような、ここが休みでない限りは、はいはい、自分の時間の都合をつけて、健康管理のために何が何でも来るようにしています。それでその中で今までね、いろいろこのプールで気がついたことを警告したり注意したりアドバイスしたりしてます。そのことを把握されてますか。田中哲郎というのがこの間泳いだことをさ、認識させるぐらいなんだから、関心にいろいろ言わせるぐらいだから、そのことは別に調べてないですね。どういうことがこちらから警告されて指摘されて変わったこともあれば変わらなかったこともある。市民要望の形が今うちに残ってるんだと思います。で具体的には何も日付も含めては分からないということね。調べれば分かりますけども、調べるつもりもないね今ね。そこの日付が云々の問題じゃないですか。私は言ってますよということも、だいたいいつぐらいか覚えてるでしょ。だいたいいつ頃にあったか
ここでははっきり田中様以前のご要望に基づき設置したって書いてあるんだから、この田中さんの以前のご要望というのはいつ頃あったか、それは分かるわけでしょ。分かるからそれで設置したんで、あんたが言ったからやったんじゃないよってね、意味になってますよね。あんたが言ったからやったんじゃないよって書いてあるわけでしょ、ここゴール確認の旗付きロープについては。ただ一番最初に田中様がね、うん、もうおっしゃってた、だからすでに他の人が言ってたんで、これはつけたんですよ、ゴール確認のための旗付きロープ。意味わかりません、僕が言ってること。非常に簡単なこと言ってるんだけど、田中さんが要望されていましたよね。はいはい、それで設置はさせていただいてますよって意味で答えてるんですよ。田中さん以外の方が設置したってどこにも言ってないんですよ。そう書いてありますよ。田中様以前のご要望というのは私のご要望じゃないですよ。田中様の以前にされた要望書。以前の。わかりました。誰か以前じゃないか。わかりました。わかりました。田中さんが以前に私の読み間違いですけども、この文章の書き方は2つの意味に取られますから、これは正しくないですね。誤解されますね。以前というのが要望にかかります。そういうつもりね。だからこれはね、誤解がないように書かなきゃいけないね。田中様の以前のご要望っていうのがこれで一つのあれですよ、だからそれはあなたが思うだけであって、これを何人かの人に読ませれば、私が理解したと同じように取る人いっぱいいますよ。全員があなたが思ってるように取るとは限らない。どっちも取れるね、これね。ということです。文章ですから。文章、はい、分かりました。はい、だから私が前要求したことに関してつけたんだよと。だから、これ以上増やす予定はないということね。なんか全然、その、だからという理由が全くおかしいんだけど、なんでだからなんだと。で、私がね、この時に言ったのは、あそこにつけろと言ったんじゃなくて、もっと、プールの縁に近いところにつけてくれと言って、そのことに関しては不本意だったんだけど、まあそのことを今ガタガタ言ってもしょうがないでしょう。分かりました、承知しましたんで、このあとどうするかは、まあ私の健康状態と相談しながら法的処置を取るのか取らないのか、まあどうでもいいですよね、別にね。市民が勝手にやることですから、違法行為ではないですからね。そのつもりで、まあ、変動を動かれるのか、これはクレーマーがね、何を書かせていただいてますけども、基本的な意味、今の泳ぎ方やり方というのが、いろんな声を集めてできているんだというところですね。そんなことは全く、でそれは田中さんにとっては不本意かもしれないんですが、田中様の方は皆様により便利なものに思いという提案させていただいているということ。そういうことです。みんながより安全に快適に、より建設的に、健康管理ができるようになっていただきたいから、これ危ないですよ、はっきり言って。今のままだといつ怪我人が出てもおかしくない。なので、人が多い時には、その危険になる泳ぎ方はご遠慮いただきたい。だから浮いている時には、それは泳いでいただいてもちろん構いません。そんなことは全然徹底されてないって言ってるんです。僕は一度も聞いたことはないし、周知徹底はされてないし、今あらかじめこういうふうに言われてたというふうにみんな言えようというふうにさ、観光で引けば、それはあそこはみんな雇われてる弱い立場の人間ですから、はい、実は私たち知ってましたと言うでしょね。クビになりたくないもんね。しかしね、事実は違う。ここのプールで泳いでる誰もね、バックをやる人も、はい、バタフライやる人もいっぱいいますよ。でもね、混んでるからやめてくださいね、気をつけてくださいねなんて言われた人は一人もいないはずですよ。まあ一人もいないとは一人もいない。いやいや、田中様が朝からは、少なくとも私はいない、私は言われていない、だからそこで皆さんに、こう皆さんにじゃなくて私は言われていない。そういう形の言い方をしてもらえないと、私は言われてない、はい、それでいいでしょう。分かりました。じゃあ大変貴重な時間をいただきまして、ご迷惑をおかけしました、はい、こういうことでね、お役人の皆さんがいかに市民国民のために、業務を真摯に遂行しているか、国民市民の声を聞こうとしているか、ね、どうせこいつらまたクレーム側なんだから、こんな言われた通りにやるの嫌じゃないのというふうに軽視しているのか、その辺は、こういう状況、私、映像を載せるかどうかはともかくとしまして報告しますから、インターネットで。インターネット見たことないでしょ、あなた。
ね、あんまりやらないじゃん、ただしね、今田中さんのところは見たことないですね、うん、そうですね、はいはいはい、そういう人たちも含めてね、これから啓蒙活動私やるのは、まあ、自分としては正義の味方のつもりなんでね、世の中の理不尽を追求していこうと思っています、ご迷惑と思いますが、ここのプールでは大変あの健康管理にお役に立っておりますので、感謝しております、これからも末永くよろしくお願いしたいというふうに思います。はい、今日は貴重なご時間、何かあと言いたいことありますか。いいですか、いいですか、いいですか、はい、全然、ね、はい、ちょっとあれです、はいはい、ずれますけど、はい、あのじゃあしばらくお嫁全く関係ないのにって言われて、しばらく運動はできない。いやいや、あの運動は積極的にやれと言われてますので、はい、もう2週間以上泳いで、バタフライ、泳いでいただいてる、バタフライも、肺炎もやってます、はい、で結構あの混んでる時にも泳いでますが、はい、一度も言われたことはないです。田中さん病み上がりなんだからバタフライやっちゃ危ないよとかね、あの俳優の人とぶつかっちゃ危ないよとか一度も言われたことはないですということです。すいません、そのあれついてるじゃないですか。あ、これ録音ぐらいしますよ、当たり前でしょ。録音だって録音を消すって言ったじゃないですか。録音消すなんて一言も言ってね、映像を撮るのやめるって言った。映像はやめよ、録音だけでしょ。あのね、公務員が業務をやるときに録音はしてないですね。じゃあ法廷分かりました、分かりました。田中さんは、はい、そこはね、そこはしっかりしましょうよ。いや、しっかりしよう。だって田中さんもおっしゃったじゃないですか、はい、ここに、はい、映像はやめよう、で録音もじゃあ録音だけですね。じゃあ録音もやめようって消してください。消してください。男なら。だって汚いでしょ。そういうの詐欺って言うんですよ。それはないですよ。詐欺と思われるのは法的な手続きで取ってください。私はこう用します。それはないですよ。それはないというのは。じゃあうちは今後田中さんと一切したじゃないですか。こういうことを機会持ちませんから。あなたがそういう真摯なことをしないんであれば、私は一切今後嘘ですよね。そういう人を騙すようなことをして何が正義の味方なんですか。それはないですよ。あ、その録音したことが人を騙すことなのね。そうですね。ああ、そうですか。録音も消そうっつって全部消したんじゃないですか。いや、録音消そう。ちゃんと裁判の運転のことを言うのであれば、ちゃんと隠して取ることが法的にどうなのかって勉強してください。隠して取ってます。それは。あのね、私はね、まあいいや、言ってもしょうがない。そう思うんだから、提訴してください。違法行為だから消してください。消しません。いや、これ完全に違法ですよ。あ、そうですか。だと私たちを騙してどういう法律に基づいて。法律じゃないですよ、それはもう完全に詐欺。違法というのは法律のことです。いや、だって私たちの許可を得ないで録音してる。許可を得ないで録音してれば悪いことないです。しかもね、田中様は録音もしないで、うん、じゃあ全部消しましょうって言う。全部消しましょうと言ってない。それは言いました。それは聞いてください、聞いてください。今聞いてください。嫌です、あなたの命令に従う必要はない。聞くためには止めなきゃいけないからね。そんなバカなことはしない。画像はやめよう。じゃあ録音だけにしよう。じゃあ録音もやめたっつってそれで消したじゃないですか。自分に都合がいいことしかなかないんで。それで今ね、そうやって録音してるのね。ね、あまりにもですよ。そうだね。だから違法だと思うんだったら法的手続き取ってください。私は慣れてますから。ではこっちから取りませんよ、こんな。あ、そう、ええ、じゃあ私も、これ以上ここにいる必要ないで帰らせていただきます。はい、じゃあ失礼します。ここにしまうよう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 にしまうよ。不本意だと思うのは世の中の人は どっちが不本意だと思うかね。隠し撮りよ、隠し撮り、はい、事実以外は記録していない。事実以外は記録してないけど隠し撮りで、それ違法なのね、はい、隠し撮りです、それは。はい、隠し撮りでしょうね。でもあなた気がつきましたよね、これここにあの録音があるのね、うん、それ何ですかっていう、うん、それはだから隠してなかったってことですよ。今それはあなたが気がつくかどうかの話であって、それは違いますよ。それはあなたの勝手。自分たちが話している業務に関することをね、公務員が人から聞かれて困る、録音されたら困るってのは、それはおかしいの、全くおかしい。いや、そういう話じゃない。だから堂々と世の中に対して自分たちがやってることを知ってもらって当たり前なんだからね。これ第三者がいるともうすぐ黙っちゃう。どうも、お世話になります。誰もいないところでのみこういう話ができる。脅かしてね、録音したものを消せとかね、まあ恐ろしいことじゃ。はい、失礼します。